ーケンツムッシーです。いや今回はねちょっと大型コラボ企画といったところでスペシャルなゲストが来てくださってます。こちらです、どうぞ。ヘイヨー、どうも、声優の江口拓也です。よろしくお願いします。いや、お願いします。やばいっすね。何、声優の江口拓也さんがね来てくださいました。いや本当に ありがとうございます、呼んでいただいて。いやいや、こちらこそ。いや本当に光栄です。いつも見てます。いや、ありがとうございます。もう僕こそいつも見てましたよ。、はい、もう俺ガエルめっちゃ好きなんで。俺ガエル好きで、はい、あ、嬉しいです、ね、そのね主人公のね八幡の声の方じゃないですか、はい、だからそれも当時の俺に見せてあげたいし、友達多分みんなびっくりしてるし、最近だとね、東京リベンジャーズが流行ってるじゃないですか。ああ、ありがとうございます。さんまさん好きすぎて、マニアックですね、随分ね。あの方もこう、クラゲはやってんだな、みたいな。めちゃくちゃやってるよ。エリババにダルがってんのかなって思いながら、そう聞いてるんですけどね。いやもう本当に、ガチでやりすぎてて、はい、もうだからクラロワ界隈の、はい、もう動画、はい、YouTube、めちゃくちゃ見てます。いや、らしくてですね、はい、本当にいろんな YouTuber を見てくださってますし、はい、それこそブロスタもやってるんですよね。ブロスタがさ、うん、もうブロスタ大好きすぎて、ブロスタが始まりで、うん、クラクラやって、そうクラクラちょっとねみたいな。クラクラもやってるよ、はい、結構ねクランレベルは高いと思う。ほう、うん、高いんだけどね、はい、いまいちやっぱり攻略法というか、まあまあ確かに、うん、分からなくて、うん、とりあえず入ってゴールドとか、はいはいはい、なんかエリとかを貯めてみたいな、はい、確かに、うん、まあ、一番脳汁出るのがやっぱクラロワっすからね。1対1で勘弁してくださいよ。クラロワ良くないよ。マジで体に毒、ブチ切れながらやってるから、ね、スマホ投げます。いやもう、いやいや、もう投げようか何度も迷ったけど、もうステイしてます。だからもう負けた瞬間に大声出すっていう、はい、ことでストレス解消します。声の無駄遣いじゃない。そうそうそう、一番声出てるから。喉ワンチャンいかれるぐらい。やられるよ本当に。それやばいな。危険なゲームですねこれは。クラロワ、俺もだって朝起きてやっぱ目覚めの一戦が一日のこう豊かさを左右するみたいな。占いね、今日の占いね、はい。特にやっぱりそのね、こう僕らだと8000目指すとか、うん、そういう感じでこう一戦一戦こう大事じゃないですか。うん、大事。朝起きて沼ると、うん、ああもう今日終わったなみたいな。マジで今後もっと江口さんはね高みを目指すたびに、いやもうそこのねもう感情がやばいっす。本当よ、だって今のところね、はい、まあマックス6330ぐらい、ね、はい、7000目指してて、はい、で急に展開が8000になったからさ、なっちゃいましたね。いやもうマジかよ、勘弁してくれよと思って、はい、しかも難易度結構高いっす。俺もめっちゃ大変ですもん。いやもうケンツさんがやばいって、もう無理やん。最終的にはね、そうね、8000、うん、いやもう目指してるよ本当に、はい、やるならねとことんだから、はいはいはい、はい、うん、いやもうね江口さんとは、まあ、ツイッターので、まあ、クラゲやってるって話があって、はいはいはい、まあ、つながらせていただいて、はい、で思い切ってね、はい、ぜひ遊びに来てくださいと。いやもう本当光栄ですよ。いやもう僕こそびっくりする、いつでも行きますみたいな感じでね来させていただきましたけれども、はい、ちょっといろんなねあの楽しい企画、はい、このチャンネルやっていくので皆さんぜひ登録ねお願いします。お願いします。じゃあ今日は、はい、江口さん持ち込みの企画でいったところで、はい、何をやっていきますか。今日はですね、はい、まずですね私の、はい、あのプレイを、はい、ちょっと見ていただいて、なるほどなるほど、でここがちょっとダメだぞとここ直したらもっといいプレイできるんじゃないのかなっていうところをちょっとアドバイスいただきたい、うん、はいはい、いわゆるコーチングというか、そうですね、そういったところですね、はい、OK です。じゃあ早速やっていきますか。やりますか。じゃあまず最初は、はい、あの変に口出しせず、はい、はい、見ときます。いやで、はい、後で動画で俺の心の声入れとくんで、はい、いや楽しみだなこれ、ちょっと怖いな。いや、はい、まじゃあもうガチマルチバッチボコいきます。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。さあさあさあ、いや緊張しますよね。いや緊張するよ。やばい、エレジャイマザネク型ですね、よろしく、はい、さあ始まりました。はい、お、うわもうほんとさ、うわそっちかい。お、まあ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 、おーいいっすね、まあまあ、最初はねキング起動ですよ。もうこれはもう、はい、超でかいっすからキング起動。お、ペッカ、ペッカ嫌なんだよ俺マジで。ゴブリで様子見ますね、とりあえずね、はいはいはい、やっぱステイ、1完璧、1完璧、1完璧っすか。いやもう動画め、あーもうほんとランバやめろよ。はいはいはい、いやもうほんとにさ、そうやってやめてくんないかな。ゴリゴリ来ましたね、リク、ゴリゴリ来ましたね。いやほんとにね、ちょっとねまだまだキング起動が強い。おるおー、はいはい、まだね、はいはいはい、とりあえずね、そう簡単におらせはしないよ、おらせはしないよと。いやでも、うん、動画勢立ち回りしてます、はい、まあほんとですか、やっぱわかります、ま、その
あるんです。俺も見てて、はいはいはい、対戦する日本人とかで、あ、うわちょっと待って来たよ。いやずるいって、そのタイミングでさ。いやキングギドしてますから。いやまあ確かに、はい、痒いですこれ、はい、美味しい、まだ美味しいよ、美味しいです、はい、それでペッカバレルですね、まあ、ペッカバレルまた癒しの使いますね、うん、はい、まずうーい、はいはいはい、まだね、リアクションがいいですね、リアクションが。いやまだまだ楽しんでやらせねえよっていうところで、まあエレジャイはね残り60秒からなんで、なるほど、2倍タイムですね、2倍タイムからのデッキなのでね、はい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 、入るよ、入るぞ、入ってますねこれ、これは美味しいですよ、おらおらおら、はい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 、はい、今んとこ圧倒的に押してます、はい、いやこれはねやっぱりね待ちますね、あと9秒ですから、確かに2倍タイムまでね、とりあえずね、いやいいっすね、溜めて、はい、しかも寄せてちょっとね、寄せてね守るぞという意思を感じます、はい、はい、行きましょう、うん、ペッカ、ペッカにはね、はいはいはい、こうきますか、あれこっちは飛ばない、あ飛んでくれる、あ、オッケー、いいっすね、キング軌道に生かして、オッケー、ダクプリでまず、はい、待て、ほら守るぜ、おいボンバー、おいボンバー、ボンちゃん、ボンちゃん頑張ってくれよ、さあいいとこ、よし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 、まだね左は許容ですよ、お左は許容します、よし入ってる、はいはいはい、入ってる、おいまだまだたっぷり楽しんでいこうぜほら余裕っすね、いやもうねやっぱりねこれこう混乱したら負けですからね、確かに確かに、ゆっくり行こうぜ、ね、我をね忘れずに、そうです、常に冷静なね立ち回りをして、豚が入って延長タイム突入ですね、あれライト圏内、オッケー、素晴らしい、しゃあこれがエレジャイじゃん、俺んち防音なんで、ごめんなさい、完璧す、いやもう余裕す、ちょっといつもの感じで声出しちゃったすみません、興奮が抑えられなくて、いや最高っす、いや今の最高っすよ、いいっすか、はい、ね点数でいくとですね、はいはい、お願いします、90点、おお結構高得点、はい90点です、残り10点、そうなのよ、結構ね、はい、無駄な立ち回りあった気がするのよ、はいはい、今の中で、まあ、ちょっと一回リプレイ一緒に見ていきますか、ちょっとお願いします、はい、お願いします、貼っていただいて、はい、さあまず今回の相手のデッキは、はい、まあ、ペッカゴブリンバレルってデッキですね、はいはい、でまあ中型呪文がなかったと、うん、いったところではマザーネクロとかがかなり強かったと、なるほど、でこれ初手の取り抜きでもファインプレーです、あいいですか、俺ダクプリやったら向けちゃってるんですよ、あの位置がこれ取り抜き警戒してるんかみたいな位置だったんで、確かに確かにっていう部分ですね、でここはまずゴブ折りから入って、はい、まあ、相手のデッキが得体知れないんで、はいはいはい、ここはまあマジで全然いいですね、あいいですね、ここね、ここでインフェルノトルもまず高めですね、これ、はい、ペッカにすぐタゲ取るぐらいまで、ああなるほど、ここでタゲか、はい、もうそうですね、タゲ取っていくと結構いいかなっていう感じなのと、うん、今の全ユニットがゴボリに寄った後に、うんうんうん、キング前にダクプリを出すと真ん中に集まるんで、ああなるほどね、このトルネードが多分いらなかったかなぐらい、ああいらんね、守れるので、ね、その真ん中に寄せるってイメージを結構考えるといいかなっていう部分なんですけど、まあとはいえここはまだエリクサーアドバンテージ同じなので、はいはい、全然いいです、全然、なるほどね、ここね、はい、ここを混乱しました、ここマザーネクですね、マザネクか、マザネクで回収したら全部豚になるので、なるほど、マザネクを信じるっていうところですね、はい、そうですね、タワー一発とマザネクの攻撃で豚に変えられるので、それで豚にタゲを生かせて守るか、はい、しかも相手さっきすっげー攻めてきたじゃないですか、ペッカ使って、なんかあえてガン攻めした後に、うんうん、攻めてくるときだいたいエリクサーカスカスなんで、うん、なるほどね、そういうところを使っていくと結構いい、なんか相手やりすぎじゃねみたいなはいはいはい、相手やりすぎじゃねえ系はね警戒しておくべきですね、でここはもう完璧です、もう素晴らしい、ここ気持ちよかったな、気持ちよかったっすね、はい、でボンバー出して、でこれ、はい、ここね、はい、いいっすね、もう素晴らしい、おーこれでも俺だったらこれボンバーだけで許容しちゃいます、ね、やばー、はい、でケツエリジャイみたいな、いかつい、ただそれは結構相手に矢の雨のエリクサーだったら終わりなんで、なるほどね、考えてもいいかなっていう、でここゴボリの大正解で、はいはい、
ここで大体相手の出来が分かったと、はい、言ったところで、うん、ケスペが来た瞬間にこう逆サイ端前エゲジャです。なるほど。で、こっちを1回止めるんですけど、はいはい、ここでもし逆サイ端前エゲジャしてたら、はい、まあ、ユーノとか、うんうんうん、ランバーが出てくるじゃないですか、うんうんうん、でそこにすぐマザーネクロとか追加すると、うんうん、とりあえず左に攻めができるじゃないですか。確かに。で、一応相手の手札的にはエレキを使って守りたいはずなんですよ、うん、エゲジャイも、うんうんうん、そっち出てきたらペッカが逆サイ単体できて5ボリ残ってるんで、はいはい、端前イントラで焼けちゃうんですよ。あ、もうおやつだ、はい、なのでここ割と逆サイぶっ破したら、はいはいはい、もうちょっと早めにタワーが折れてたかなっていう。なるほど、ね、ここ割と100点までのまあ6、7点ぐらいは。いやー、判断やっぱ素人はね、1300折れるじゃんって言って折りに行きたいんよ、はい、こっち、そうっすね、はい、やっぱそこで左なんだ。そうですね、やるともっと楽に勝てたりしますし、最初そのバレグ来てキングキッドした時に相手ペッカ出したんですけど、うんうん、一番最初の試合で、うんうん、そこでも端前エゲジャ行ってもいいタイミングだったんですけ ど、 なるほど、ね、まだデッキが分かんないんで。確かに確かに。なので分かってからだったら行って OK みたいな、はー、簡単で、ここでやると両サイ分散できて、逆にそのペッカ守るユニットもカウンターでいけるんで、うん、結果左攻めることで右が攻めれるんですよ。なるほどね。あとここの言うのもタワー入れてからマザネクここみたいな。あー、はい、なるほど、一回許容だ。そうですね、左はもうここは完璧です。あ、でこれはボンバーの前にトルネードで、あ、エレキをエレジャイに持ってく。なるほどね。だこのトルネードもうちょっと早くするといい感じです、ね、あー、なるほどね。ただここの許容は完璧です。これをもう一個前やっとくと多分今頃相手発揮をしてました。あ、なるほどね。で、あとはここなんですけど、はい、415ダメージって、はい、カンスのライトニングが382なんですよ、はい、あー、はいはいはい、で残り33でトルネードが70出るんですよ。あー、なるほど、はい、なので合わせて452出るんですよ。なるほどね。なのでこの時点で、あ、呪文圏内だなと。で残り20秒なので、はい、じゃあ全部守ってライトニングトルネでおしまいだなっていうプランを。そっか、はい、俺まあライト圏内はなんとなくこう頭の中に入れてるけど、はいはいはい、トルネライト圏内ね。そうですね。あ、なんで呪文ダメージを覚えるっていうのも結構大事かもしれないですね。確かにな。で、このマザネク系がすごい良くて、はいはい、これをまあ序盤にもできたら、あ、なるほどな、良かったのかなっていう部分で、なんでここら辺でもライトニング打っちゃって、はいはいはい、もうトルネでフィニッシュみたいな。いや、感じの、まあ、ここ豚が入ったんで、これで、あ、豚でね、はい、ライト圏内入ってっていう感じだったので、まあでもみんな今ビビってますよ。うまくねみたいな。一応やってんねみたいな。、はい、え、声優の江口さんニートの Y よりうまくて。いや、もう本当にね、びっくりするぐらいやってるからね。そうすか、うん、いやでも良かったです。しかもエゲジャイってやっぱ YouTube いっぱい動画あるんで、なんかその立ち回りの基本を抑えてる感がね、もうグッときました。あ、本当、はい、続いてちょっとケンツメシが一戦、はい、いや、お願いします、はい、いや、勝てるかな。俺もちょうどはい、はい、あのこの江口さん来る前に、はいはいはい、その調整後のエゲジャイどうなんみたいな感じで使ったんで、うんうんうん、全く同じ敵の形を、うんうん、なるほど、はい、まあ、それを紹介していけたらいいかなというところで、まあそうですね、はい、やっていこうと思います、はいはい、さあ、ダクプリからいきますね。はい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 、言うの、はい、これ一応ペッカ工場とかの可能性あるんで、このマジアシャ警戒は、うん、しとけばお得。そうだよね、まずやっぱもうユーノが来たら、あ、デッキこれかなっていうのを。そうですね、大体、まあでもテンプレートが多いトロタイだったらそうなんですけども、うん、難しいところです、ね。まあ、どんどん変態ばっかり出てくるからね、はい、何そのデッキみたいなね。そうですね、大体ユーノ、エリババ、ベビドラマン、多分ペッカラムとか。あ、なので一応ラムライダー両方釣れる位置に。はあ、もうだからもうこの時点でラムライダー来るなんて俺夢にも思わないから。あ、雪玉。そうですね、うん、で、はいはい、一応もう序盤は耐えからですかね、うん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 、エゲジャイ出すペッカで持ってかれちゃうんで、はいはい、これどうしようかな。あ、まあ一旦ここ受けて、これ金ピードしてもらったな。あ、なるほどね。難しいんですよ、その塩梅が。はいはい、インドラでこれ一応左側にも行くように。ああ、いいですね、なるほどね。ただこれ、ね、エレキで回収されちゃうんで、はいはい、まずはね、やっぱ序盤は大す、はい、1分までは、はいはい、こっからっすね。掘り出してあげて、相手も多分エレジャイって悟ってるんで、こっちのデッキ来るぞと、はい、おそらくライトニングなんですね。ファイボだったらここに打ってくるはずなんで、ちょっとそこらを確認します、はい、今。なるほど、これでまず、はい、確認します。はい、生贄で来ないですね。生贄確認してあげて、この手札だとベビドラに合わせる方ないんで、うん、逆サイドに出しとくと。はぁ、同サイド出してもベビドラに焼かれちゃうだけなんで。そっか、
もったいないから、そうですね、とりあえず。あー、なるほどね。さあ、そして2倍タイムまで来たんですけど、はい、1回これペッカ正面からやっても勝てないんで、ペッカ相手は割とその端前エルジェで勝つイメージですかね。なるほど、ペッカが出てきたところを見て、そうですね、行くととか、ユニットに出させてからみたいな、うん、ラム来ました、ね、ラム来たってことは、こうライトニングまでぶち込んでいく可能性高いんで、ここで逆差1回振ります、はい、あー、なるほど、ここでエリー使うとやばいぞと、はい、そうですね。で、エレキも使ってるんで、あー、よいしょ、綺麗ですね。で、これ一応許容してから守るみたいな感じなんですけど、はいはいはい、まあちょっとダメージは来てますね、はい、来てますね、はい、で、これ左側許容できるんで、あー、なるほどね、これ許容します、全部残しますさあ来た、これもライト削りですかね。あー、もうここでライト削り意識するんだ。ただペッカが強い、ペッカが強いのよ、これライトニング絶対来るな、これごぼうに来る匂いがプンプンしてるんで、してるね、はい、そもそもペッカって相性的にはちょっとやばいっす、やばいよね、はい、ブーメランな、おー、取るね、おギリよギリ、この世で一番相性悪いぐらいのやつ聞いてますね一応ちょっと待ってよ、こう処理しないといけなくて、はい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 、あ、来てるね、いや、これライトニング絶対来るんで、はいはいはい、あそこでね、はい、まずはためると、はいはい、打ってきて、はい、気づいたら儲けないとこれ苦しいっすね、相性、相性ね、はい、これちょっと苦しいっすけど、はい、まあなんかワンチャンの持っていき方、そうね、あたりはここら辺ですかね。でもこれもライティングしたんで、一応被害心頑張る、はいはい、グッドゲームですね、グッドゲームですね。ちょっともう一戦いっていいですか、はい、お願いします、はい、まあ、こんな感じの、はい、一番引きたくないデッキ引いたね。そうっすね、ちょっと苦しかったかな。なんか序盤にやっぱキング起動できると、ラムの防衛も結構軽くいけるのと、なるほどね、あとやっぱエゲシアの体力ちょっと下がったことによって、うん、ちょっとペッカに振りぐらい溶けるね、うん、そうですね、そこが結構苦しかったかなっていう、まあ、あと途中許容してから、うんうんうん、刺しに行った割には、あ、なるほど、刺さんなかったみたいなとこがちょっと苦しかったかな。ゴブオリ初手ゴブオリってなると、はい、まあ、似たようなデッキ、うん、だ最近これが入ってるグリフグのデッキもあるんで、へ、様子見してからですね。スケラの可能性もありますね。あー、なるほどね、はい、スケラ嫌なんだよな。マザネクないとき スケラ来たときどう対処していいかわからん。いや、そうですね、もうトルネードとか使って頑張るじゃん。おー、ゴブオリエレキ、ボンバー、エレジャイ？多分スケラ、あ、スケラなんだ。ああ、ここでやっぱりベビドラだとスケ、おー、スケラか。あ、フタね。これはトルネードで剥がしてから、はいはいはい、ああ、ファイボね。はい、ちょっと豚で。ああ、はいはいはい。セーフ。ああ、いい。しかも相手今スケラファイボ取るね。スケラファイボ使ったんで、ちょっとエリクサがあんまない。はいはい、なるほどね。で、相手が一回スケラ打ってきた後なので、はい、ここは攻めてもいいかもしれないですね、後ろから。なるほど、なるほど。で、このなんかやっぱエレジャイ出した逆サイドに攻められるとやっぱ苦しい。うん、攻めが分散しちゃうんで、はいはい、まあ守ったご褒美エレジャイみたいな。なるほどね、はい。やっぱそのご褒美タイミングをやっぱ自分の中で把握しておくっていうことが、そうですね、はい、重要なんですね。ホグをトルネでスタートとか。ああ、はい、はいはい。で、これゴボリは、ここにライティングですね。で、飛ばせるんで、ああ、はいはい、おお、綺麗で、バルキリーあたりが来て、あ、これもトルネードで、はいはいはい、うわー、この数タイミングよなー。豚、あ、行ってる、豚、あ、豚、あ、いけ、豚、お、豚、いいね。で、これベビドラが今回いるんで、ベビドラにインド当てると、あ、スケラがこうやって、なるほどね、はい、ハゲを取らせないと。
でこれマザネクを使わずにボンバーで守ります。そうすると相手ファイアボール打ってきた時にマザネクが生きるんで、はい、あーなるほど、はい、もう先にね。でここで打ってくれました、はい、ご褒美です、はい、前じゃないんですよねこれ、ご褒美です。なるほどね。で一回これすると今相手ファイブを切ってからバルキリーしか使ってないんで、うん、今度これが使えるんですよね。あーファイブをないから、はい、でもう施設は絶対破壊です絶対壊すマンで、はい、でエレキとかトレネが来るんでもう数で押して、おー来た、メジャーが到達して、はい、あとはボンバーの範囲攻撃、ダックリの範囲攻撃をタワーに届けて、うわうわうわ綺麗、フィニッシュ、はい、よしよしよかったよかった綺麗、はい、無駄がないですね。まあ、これが一応、はいはい、まあ、今の対戦相手のデッキで、はい、あ、はい、スケラ、スケラは相性的にはよくはないです、よくはない、よくはないですけど、あんな感じでこう相手のスケルトンラッシュ、例えば、ベビードラ端前で止めて、うん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 、ダックプリトボンバーで回収してそこにファイアボール打ってくれた、うん、あの時実はエリクサードバンテージめちゃめちゃ取れてて、なるほどね、はい、ここですね、はい、まあ、ここのボンバーとダックボンバーとダクプリが無料で、はいはいはい、そこに5打ってくれたんで、あーなるほど、この時点でうわー本当だ。でここ多分まあエレキ突破してくれるじゃないですか、うんうんうん、でもう一枚相手がユニット出してくることが分かってる上で、うんうんうん、このエレジャイのエリアドがすごいんですねなるほどね、これで押し切りみたいな、あーしかも相手はこのマザニキにもう一回、うん、これだって無料エレジャイ完成する、はい、本当だ、こういう感じの後ろ柄が結構大事です。実質無料をどうやって作るか、はい、ただペッカ相手とかだと、うん、どんだけ無料を作ってもまあ抑えられちゃうっていう、解けるよね、はい、なのでここがゴールってのが結構大事です。じゃあいいね、踏まえた上で、いやちょっと待って、よし行きます、はいお願いします。じゃあよろしく。もうめっちゃ集中してたっす俺多分喋りながらやれるのすごいよね、いつも思うけどさ。いやでもみんな喋りながらやってる身で言うのもあれですけど、喋、うん、らない方がやっぱ集中できる、ね、いや俺小屋マジで嫌いなんだよ。小屋やばいっすね。あ、いいっすね。いやファイスピ食らいたくないからね。確かに。ファイボとファイボよりもあるんだっけ？ファイボより。うわゴレだよ。来たよ。お、でもゴレは勝ちたいっすね。マジで？はい。ちょっと待って、ゴレでしょ？はい、イントラ最強っすね。絶対イントラ当てるのは、ね、高めで当てるの必須です。あ、高めなんだ。はい。もうさっさと溶かしちゃって。ここでやっぱり、お、そうです。で、マザネクトとかトルネでこのコウモリを処理しないと。クナ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 。あ、いい防衛っす。おーしょしょ、クナクナクナ。しゃ、豚！いけ、豚豚豚豚豚！ブタブタブタ完璧っす。おーしょおーしょおーしょ、きれいきれいきれい。今の守り方、覚えとけば、うん、はい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 、同じ場面で守れるんで。いや、俺ね、はい、やっぱ端前蓋、はい、あんまやらないのよ。はい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 、怖くてすぐ溶かされちゃうんじゃないかっていう、はいはいはい、その光栄に、はいはいはい、でも案外いけんだね。いけますね。耐えてくれんだね、はい、案外。俺この瞬間にさライトで潰したくなるのよ。これダメっすね。ダメ、我慢す我慢す。やっぱりゴレには、後ろからエレジャイ合わせるっていう、うん、あーこれこれもう無視です。これもあー、はい、許容か。もうコバはもう目つぶりましょう許してやるよと、はい、インドラやっぱゴリに当てたいんで。なるほど、ね、大体多分ケツゴレ。これエレシャイとかから合わせて。ああエレシャイか。これマザネクライミングだとインドラディス端前でもすぐ、はいはい、相手ホバ切ったんで。ああなるほどね、はい、ソラもうこれも相手も発狂してます今でマザネクをできるだけ延命したいんでトルネードとかも使っちゃって。おーしよしよしよし、もう素晴らしいっすもん江口さん。いややば、もう完璧ですこれ。やばいよ。で守った後は、はい、ご褒美エレシャイ、はい、行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。で、この5回そこ 目つぶりましょう。はい、相棒いなかったことで、はい、いなかったことで、しかも豚になるよね。はい、はい、こっからも好きなように、やばい、奏でて、その後にもう形組んでから、うん、あの忌まわしき小屋にライトに入れちゃいましょう、はい、おっしゃ。ダックプリあたりもつけちゃって、今必殺のもうライトぶっ込みましょう。くえくえおい、もう相手発狂してます吸うぞ吸うぞ、うろうろうろ、はいはいはい、いいっすね、はいはいはい、相手だってもうタワー届いたらもうほらほらもう相手やばいやばい忌まわしき小屋が恥ずかしいとこに出てるやばい、イラついてる。おっしゃ入ってる感電
さああと10秒おい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 いいっすおいおいご褒美ご褒美エルジャイ来たー素晴らしいいやアドバイスって強いい感じでしたかいや本当にやっぱり自分がここを行ったら、はいはいはい、こうスムーズに行くんだっていうのがやっぱ分かんないから、うんはい、なんかすごい目から鱗ですねよかったです一応最後のリプレイの、うんはい、もう今のはもう100点ですお、はい、嬉しいだって結構ねもう俺小屋の時点で日和るからそうですねすぐにライト当てたくなるのよあ壊したい壊したいって言っていやわかります整えたいっていう、はい、あのファイスピ嫌だとかあとあのホバ、はい、ホバの許容がやっぱりまだまだ俺はね、はいはいはい、あの無傷で痛いから確かに確かにめっちゃわかりますやめろよってなっちゃうんだけど、はい、あそこ許容なんだね一回リプレイ見てみます見よ見よ見よ、はい、見ていきますかじゃあまず序盤は、うんはい、まあ大丈夫ここっすねゴレ出てきた時にここな、まあ、これはもう受けるしかないんでインドラ高めで相手イクサ意外とないんですよほんとだ案外ないんだな案外ないんで大体なんかインドラ突破できるゴレって2倍からなんで、うん、最初守れちゃうんでこんな感じでマザネクを生かしながらやっていくともうちょっとマザネク上だったいや全然そんなことないです 今ぐらいでも全然大丈夫です、うん、でオーブン来て、まあ、耐えですねそうオーブンがなこれほんとここライティング打っちゃうと、うん、その2ヤード取られちゃうじゃないですか4コスに6コス打つんで、はい、そうなるとギリ次のゴレダクネが守れなかったなるほどなるほど、はい、なんで割とそのね2の差がでかいんで、うん、でここもうゴレ相手は、うん、鉄ゴレにはこう同サイヤゲージ合わせるっていうのがセオリーなんですけどあ、はいはいはい、ここホバ来たんでぶっちゃけここでもケツエゲジャイ出しちゃってもいいぐらいあーなるほどねこれマザネクもインドラも、うん、ゴレの防衛で使いたいんですよあーなるほどでここで出したところで、うんまあ、どうせホバに削られるし、ね、オーブンに焼かれちゃうんで、はいはいはい、ちょっと無駄になっちゃうんですよ、ね、確かに確かにだったらまあ無視しても、うん、そんな食らわないんではい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 って感じですねここもうケツエゲジャイ割とあーなるほどここはタイムなんだ、はいそうですね、ちょっとやっぱサイクルつけちゃうんでか、うんうん、インドラス出すならあーそっかここでマザネク出しちゃうと前に行っちゃうんで、うん、そっかそっかちょっと怖いですねでこれゴレ出してきてゴレ出た時って残りエクサ2なんではいはいはいなるほどねで多分相手ダクネとかつけてくるんでここもハシマインドすぐ出すとはーはいこのタイミングですねあーこれも確定で溶かせるいいこれ気持ちよかったなはいでここで延命してあげることによって豚になってうわこれ豚なコリマだって無料のユニットたちで相手もエリクサないんですよほんとだこっからのご褒美エレジャイは、はい、これ多分もう無料っすかねほんとだ無視してちょうど無料っす、はい、いやこれ無視な結局大型同士の対決って、うんうん、折るとき一発なんでそっかホバリングほどのダメージそんなにみたいなあーなるほどねはいでこれはまあマザネク出して基本このデッキはダクプリとか、うんまあ、インドラを攻撃につけて、うん、マザネクはなんか防衛ですね攻めてその後にみたいなこのライティングバナして終わりっすねこれこれなもうすっげえ綺麗に決まりましたねこれもうちょっと早く据えてたらマザネクも延命できてるかな、はいまあ、でももう、うん、あの状況まで作っちゃえば勝ちなんで、はいはいまあ、そういうまあ立ち回りの知識みたいなのとこもありますねゴリアイとはそうね合わせて大体コンクレで守れるみたいなだって今回多分江口さん学んだのがそのインドラ意外と高めでいいみたいなうんうんそう、はい、だからこれが結構強いところで怖いんですよねエゲ聞いたらどうしようとかマジでそうそうそうそもそもやっぱねゴレに日和、はい、あいつ圧強いじゃん強いですマジでゴレかよっていうふうになるけど、はい、これでゴレ黒とかになってくると、はい、またなんかあのいっぱい出てくるじゃん、はいはいはい、俺もそこであのおどおどしちゃうんだよねでもゴレクロとかだと、うん、例えば、呪文がクローンとヤナメとかなんで、うんうん、まずインドラ突破不可能 あとマザネク突破も不可能なんですよなるほどねインドラ高めでゴレ溶かして、うんうん、タワーの裏らへんにマザネク置いてこれで全部持ってブタ出した後のご褒美エゲジェなるほどもしくはもうカウンターエゲジェみたいなあだそこやるといいんで、まあ、とりあえず守って、はい、おっいい守り行けカウンターってダクプリとか、はいはいはい、ボンバーとかちょっとブタちゃんが行ってる時に、うん、後ろからエゲジャイ出すと大体次で相手は乗されますなるほど先生、はい、ありがとうございますいやということで、はい、今回はね、はい、エゲジャイ、はい、こちらのエゲジャイでレクチャーしてたんですけど、はい、
まあ、せっかくなんでね、はい、次の動画では、はい、新環境の、いやー俺それ知りたいの、はい、強いデッキ、うん、おそらくロイヤルホグになるだろう。あ、ロイホグなんだ、はい、普段やっぱこういう大型系しか使わないですか。あのね、やっぱ分かりやすい方が、はいはい、まあ、間違いないです。トロが上がる、間違いないです。あの手数が少ない方がね、そう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 シンプルじゃん、一応シンプル、シンプルやることが、はい、だから、でもやっぱ小回り聞いて、はい、やってる方がやっぱりクラロワしてる感あるじゃん。あー、確かに、あの相手のねそうとこ、こう崩して PS で勝つみたいな、そう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 、憧れますよね。憧れるのよ、はい、だそれちょっとやっぱ知りたいわ。 OK です。じゃあ、うん、次の動画はそのロイヤルホグ使いましょう。よろしくお願いします。ということで、はい、エグスさんとねコラボ動画もうねこれほどでもかっていうぐらい出るので、はい、ありがとうございます。ぜひね、あの概要欄にエグチさんの、あのツイッターの方も、はい、貼っておくので、ありがとうございます。皆さんお願いします。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、バイバイ、またね、バイバイ。What?